どうも、権利本位です。やっていきましょう。あ、ツイッターで流しようか。一応遅いね。なんかね、みんなプラチナとか言ってんだよね。いいなーって。なんでだろうね。なんか俺ゴールドなんだよね。うん。声聞こえてるよね。大丈夫ね。というわけで、またランクをやると、はい。味方さんが一人揃ったね。よし、オッケー。みんな建築してる。あー、ん？間違えた。こっちでいいぞ。すまない。というわけで、今回は、アリーナ道についてお話しします。今回アップデートで、間違えた。今回アップデートで、ランクモードが追加されたということで、アリーナが廃止されました。そして、もともとアリーナは、なんだっけ、建築モードしかなくて、で、それで、報酬がありませんでした、何も。で、あんまやってませんでした、みんな。だから、何ポイント稼いだとか言っても、ん？って感じで終わるので、あんま自慢になんなかったんですね。で、それで、今回、ジェルビルドにも来たということで、まあ、多分今後バナナとやります。で、アリーナ道についてですが、アリーナ道を引き継ぐ形で今回は、ランク道というものにしたいと思います。あー、一人やられちゃった。味方めっちゃやられてる。やばいな。ランク道とか言ってますけど、でも、ランクのシステムの、もうちょっと、カジュアルとだいぶ似ちゃってるので、やるかどうかもちょっと怪しいです。やるかどうかというか、続けるかどうか。待ちんな。やられた。もうちょっとやったら話します。ちょっと一回抜けるね。うん、なんかね、システムガバガバでね、あれらしいんだよ、即抜けしたらね、ポイントが減ないとか言われてるらしいんだよね。
今なんか知らんけど。減ってる？減ってないっておかしいんだよ。グリッチみたいになっても困るかな。わかんねえわ。減ってる？わかんねえ。まあいいや。で、そういうわけなんですけど、アリーナー、ランクが本当にカジュアルと似てるので、今後やるかどうかわかりません。で、バトル、建築ありか建築なしかどっちでやるかって話なんですけど、多分建築ありでやると思います。で、バナナとやるかは分かりません。そうなんだよな。分かりません。もしかしたらやるかもしれないし、やらないかもしれませんし。まあ、分かんないです。はい。まあ、そういうわけです。はい。なので、今後ともよろしくお願いします。このさ、後ろのやつよくね？これ？これこれ、後ろの。ちょ、見えねえよ。アクセシビリティがなんちゃらとか言ってくる。アクセシビリティって何その前に。よくわかってないんだよ。いっぱい書いてある。回ってるし。地球儀じゃない？これよく見たら。気のせい。オーストラリアあったし。間違えた。正直言って、最近は大人よりエイペックスのランクをやってます。まあ、配信外だけどね、これは。本当にオフでやってるから、あれなんですけど。さすがにランクだと、ボットは入んないらしいです。まあ、ボット入ったらね、それはそれで困るよ。ああ。スマートビーストル。スマートバレット。エペだから分かる人いるかは分かんないけど。バリスティックね。そう。俺使ったことないけど、あのキャラ。バリスティックね、友達が使ってたんだけど、友達っていうか、フレンドが。なんかね、めっちゃ強いんだよね、やっぱ。いや、個人的には、今シーズンになってから、そう、理由はちょっとよくわかんないんだけど、俺も。あれ、バンテージとカタリストをよく使ってます。どっちもウルトが強いんだよね、やっぱ。バンテージ普通にスナイパー強いし、で、カタリストも、とりあえず写真切りたいときに、壁出すってのが強いし、あと、早いんだよね、あいつ。バンクラスもくる切ってもいいんだけど、なんか、それだと、結構移動するときとか困るし、なんか、って感じ。でも、あ、これ先飲めばよかった。バンクラスも置くと違うところは、あれなんですよね。上から撃たれるとき弱いんですよ。例えば、なんだろうな。ワルゼッチの、高台、なんだっけ、輸送庫じゃなくて、忘れたけど、あそことかから撃たれると、まあ、ちょっと弱いんですよね、やっぱ。
高さが40、50ぐらいなのに、ね、あ、高さじゃねえ、長さがそれ。なので、ちょっと弱いかなって感じです。え、石これしか取れないの？え、嘘やん。あ、まあでもちっちゃいからな、これ。拡張とかも、なんか最近やって、あんまやってないから、忘れてきてる。あ、でもあれでは、忙しい理由ってのが、エペックスやってるからっていう理由じゃないよね、ためにでも。それ以外でマジで忙しいかな。あ、また上なんか浮いてるわ。これ何？なんか緊急クエスト。ショットガンか、ピストル。え、待って、これお金もそのまま来てんの？やばいでしょ。てか NPC もね、来てるらしいんで、そのまま。さすがにまずいでしょ、それは。だってさ、NPC そのまま来ちゃったらさ、スクワットとかとさ、全員で NPC やとってさ、それ合流せんじゃん。昔とかだとさ、覚えてる人いるかわかんないけどさ、アリーナでね、建築しても、ミニガンでゴリ押すっていう方法があったから、私、あの時は本当に、なんだろうね、楽しかったけど、競技勢からしたら、ちょっと、うんって感じだったんだろうね。そう、エンジョイ勢はマジで楽しかった。チャプター2、シーズン2。あの時は本当楽しかった。わかんない。ライトセーバーもそのまま来てんの。ダメでしょ、それは。それはあかんやろ。なんで？いや、懐かしい、こんな拡張あったの。なんだこれ。暇だな。味方どこにいんの？あっちか。了解。なんか誰か来てんだけど。なんだあのさ。こっちじゃない。じゃあな。邪魔だ。あ、ごめん。やべ、動物愛護団体になんか言われるわ。曲やばくね。3人まずいね。もうちょっと、届かねえな、これ多分距離的に。おー、来た。こういう武器あんの本当に難しい。ジェルビルドはまだわかるけど、普通に建築モードでやるのマジやめるし。ガチモードだよ、これ。ランクってあれでしょ、通常バトルでしょ。危ねえ。あ、大丈夫。うわー、そういう人か。まあ、関係ないんだけど。
うまく使っていこう。ちょっと一応後ろも警戒してですね。そのまま建築で締めてもいいんだけどさ、勝てるかどうか怪しいんだよね。久しぶりだから。あそこか。大丈夫？あそこか。あともう一人。落ちた！危ねえ。久しぶりに落ちられた。あそこいるな。青の人何やってんだ？なんかあっちいるけど。気づいてないのかな？ナイス。そっちいる。ライトセーバーいらん。あ、そうだ、そんなのあった。模様具と回復するなんてやつだった。いるいる。やばい、やられる。でもこれ150ぐらいまでなんだよな、回復するの。だからちょっとこれで蹴散りたい。民法ないから。え、マジで？え、まだ回復するの？あ、回復しねえよ。了解？どっち取ってんだよね。いや、いらないんだよな、どっちも。まあ、これでいいや。びっくりした！危ねえ！危ねえ！やべ、資材変わってる！一応見よう。これ当たんねえよな、マジで。ねね、俺も攻めよう。で、後ろから来るか、来るとさ、ちょっとあれなんだよな。よし、これ。うわ、燃えてんな。これ当たんのいいよね、マジ。おう、やったか。あっちか。やれやれ。ナイス。欲しい。でも、ちょっと今取れねえな。二度計ないんだよね、もう。そういえば。ちょ、民法欲しいもん。
ありがとう。資材ちょっとなくなってきたな。気をつけないと。あ、そうだ、500まで。そうだ、忘れてた。アリーナもそうだったな。気をつけないと。え、体力って回復したっけ？これ。回復してればいいんだけどさ。ほら、50回復するんじゃん、あっちだと。危ねえ。声が。なんか、タンク絡んでんのかな。そう、みんなね、立体機動装置持ってるから。やっぱ、これで仕留めるしかないでしょ。時代はこれだよ。早いもん。みんなさ、スターウォーズのやつとかさ、フォースか。フォースとか使ってるけどさ、これで、これ撃てばさ、一瞬で終わるからさ。もうだいぶやってんね、あっち。いる？敵？いないか？こっちもうアンチ飲み込られてるから。アンチっていうかストーム。刀か、あ、どうしよう。いやでも今回いらないかな。どうしよう。いやでもいらんかな。マジか。もらおう。こっち持っちゃおう。ロックオンピストルあったけど、やっぱいいや。シャドウトラッカー普通に強いかね。なになになに今の。あ、やばい、ちょっと待って、やっぱ帰るわ。まだダメージそんなきつくないはず。あった。そう、フロートないんだよね。どうしよう。いちいち変わっちゃうのめんどくせえな。しかもさ、これリロードマジで早いからさ、ほんと楽。あっちいるねえ。これしかないからさ、確かに。あ、これはいける？ 3 人だね。3人だ。どうする？どうする？どうする？ちょっと味方についていくしかないの、これ。みんなまあまあ食らってんだよ。で、俺ミリキン2個しかないんだよな。了解。後ろから援護する。あー、マジか。ストーム？どこいんの？あー、無理だ。距離的にちょっと、レプリで作れるとかいう機能あったらいいんだけど。レプリないからな、このゲーム。
危ね。あっちも来てんのか。なんだ今の。登れない。久しぶりすぎて建築が頑張ってる。やばいでしょマジで。それ追加したの誰だよ。6位だよ。誰だよこれ追加したやつ。マジランクには追加してあかんやろ。伸びない。残念。じゃあ、今回もここら辺で配信を終わりにしようと思います。今後は、ランクの配信の、は、アリーナ道の方に入ると思いますので。で、動画も多分そっちに入ると思います。動画もアリーナ道に入ると思います。よろしくお願いします。じゃあ、